皆さんこんにちは、ニコアミです。今日はケイトピエロさんとハピママさんがコラボしたコットンニート S の、全5色使ってバッグを編んでいこうと思います。ショルダーバッグにしようと思っているので、夏のお出かけによかったら編んでみてください。で、何玉ずつ使ったかはこちらに書きました。かぎ針が4号から6号ってなってるんですね。で、今回バッグにしたいので2本取りで4ミリの7号針でキュッキュッと編んでいきたいと思います。あと段数マーカーもご用意ください。そこは角を5目で増し目していくタイプの長方形で編んでいこうと思います。色の濃い方から順に編んでいって最後薄い色に到達するっていう5、4、3、2、1で、編みたいと思います。じゃあ鎖33目で始めていきます。1、2、3、33目編めました。そしたら端から2番目の目ですね、編み始め2番目の目のところにマーカーをつけておきます。じゃあ1段目開始します。鎖3目で立ち上がって糸をかけて端から4番目ですね、1、2、3、4、4番目の裏山のところに長編みを4本編み入れます。長編み4本編み入れました。で、この立ち上がりの鎖編みも長編みの1本として数えるので今 1、2、3、4、5、 合計5本編めています。そしたら端から1、2、3番目のとこですね、ここに印をつけておきます。次の段でここで5目編み入れて増し目します。そしたらこっから31目長編みを編んでいきます。31目編めました。そしたらこの印のついてるとこまで編めたと思います。最後の目のところに9本長編みを編み入れます。1、2、3、4、5、6、7、8、9本編めたら印をつけておきます。端から1、2、3番目のとこと端から1、2、3、4、5、6、7、7番目のとこと2つ印をつけておきます。じゃあこの印のついてるところから、ここの最後の目のとこまで31目編みます。そしたらこの一番最初の目のとこですね、ここに4本長編みを編み入れます。1、2、3、4、4本編み入れたらこの端から2番目のとこ、ここに印をつけておきます。4本編み入れたうちの左から2番目のところに印をつけました。
そしたらちょっと編み地を右側に寄せて立ち上がりの鎖編みが見えるようにします。鎖3目目のところに引き抜き編みします。つまりこの長編みの右の目なんですね。いいよ、でれれれれん、これで1段目が編めました。全部で80目あると思います。じゃあ次2段目いきます。鎖3目で立ち上がって、そして1目隣の目に長編みを編んだら、この印を取って5目長編みを編み入れます。1 2 3 4 5、この5目編み入れたうちの真ん中の目ですね、ここに印をつけます。でまた次の段でここで増し目します。そして、ザザザーっと、また細編みじゃないな、ごめんなさい、長編み、長編みをザザザーっと編んでいって、で印のところまで来たら5目編み入れます。そして5目編んだら端から3番目のところに印をつけて、そして、つまりこの5目のうち真ん中の目ですね、そこに印をつけて次の段でも増し目します。で、残りも同様に長編みを1目ずつ編んだら印のところに来たら長編み5目を編み入れて、でまたザザザーっと長編みを編んだら印のところで、そして最後は立ち上がりの鎖編み1、2、3番目のとこ、ここのところに針を入れて引き抜き編みをします。このような感じで、3段目4段目も編んでいって全部で128目にします。偶数になっていたら大丈夫です。5段目は1目につき1本の長編みを編むという、ことで、増し目なしで128目編みます。じゃあ模様編み側面1段目開始します。鎖3目で立ち上がります。そしたら長編みを編むんですが、ここの前のところに戻ってちょっと無理やり感があるんですけれども、ここのところに長編みを編みます。そして次長編み編むんですが、これが最初の立ち上がりの鎖編みですね。でこれ 1、2、 この2番目と3番目の間、ここに長編みを2目編み入れます。で次また2目飛ばして、こことここの間ですね。そしてまた1、2目飛ばしてここですね。2目長編みを編み入れます。これをね繰り返していきます。こんな感じで1段目編めました。そしたら立ち上がりの鎖編み1、2、3番目引き抜き編みをして、そしてまた1段目と同じことを繰り返します。鎖3目で立ち上がって、で長編みをこの鎖編みの右側のスペースのところですね、ここに編みます。そしてまた1、2目飛ばしてここのスペースのとこに編んでいきます。
2段目編めました。こんな感じになってます。そしたら最後立ち上がりの鎖編み3番目のところに針を入れて引き抜き編みをして、そして鎖3目で立ち上がって、でこの前の目のところに入れるという感じになります。でまたこれで2目飛ばして長編みを2本ずつ編んでいきます。2目飛ばして2本この中に編み入れます。じゃあ21段目は細編みのみを編んでいこうと思います。なので128目細編みを編んでいきます。じゃあ中と外から取った糸を後ろでスタンバっておきますね。で長編みを編んだ時、この最後の糸を引き抜く時、その時に新しい糸で引き抜いて色を変えようと思います。そして、立ち上がりの鎖編み3番目のところに引き抜き編みして、そして鎖3目編んで、で前の目に戻って、で編んでいきます。で後ろで軽く糸端を結んでおいて、後で糸始末しようかなと思います。糸はねなるべく使い切りたいので、段の途中でも糸を変えちゃおうかなと思ったりしてます。まあね、あんまりこの真ん中ら辺でね糸変えるとすごく目立っちゃうから、まあ、ここら辺とかね脇で糸変えるっていう風にしようかなって思ってます。じゃーん、めっちゃ綺麗でいい感じです。じゃあ持ち手をつけるために、マーカーつけたいです。ここのね20目をね開けたいんですね。まずそこでピッチリ真ん中のラインで折ります。端からこの V の数を、12個数えます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 で12個目の右側の V、そこの目に印をつけます。そしてまた V を数えます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10個で、これで20目ですね。でこの V の左側に印をつけます。これで20目で、反対側もこう同様に印をつけて、ここの目が44目になるように調整してください。で印つけたらちょっとこう持ってみて、激しくずれてないかどうかとか確認して、で OK だったら持ち手つけていきましょう。なんかすごいキワキワなところになっちゃったんですよね。だからちょっとこれ一旦終了して、この端からつけていこうかなと思います。印と印を合わせて、この真ん中のとこ、ここだな、ここら辺に針を入れて、新しい糸を引き出してきて、鎖一目で立ち上がって、で細編みを印のところまで編んでいきます。1,2,3で一番最初の目のところに印つけておきます。印のところまで編めたら鎖を50編みます。でそれを一旦印の左側に細編みを編んでつけて、ちょっともうちょい細編みやろうか。
してこれが肩に通るかどうかちょっと試着してみてください。鎖60目40センチ編みました。そしたら細編みを編み進めていって反対側も同様に編みます。最後まで編めたら一番最初の目に引き抜き編みをして段を閉じます。持ち手の部分が編めました。鎖一目で立ち上がって細編みを一目につき一個ずつ編んでいくんですけれども、持ち手を編むところの手前になったらちょっと、待っててください。鎖の手前の最後の細編みのとこまで来ました。そしたらここでここと、それからこの目ですね、下の目両方すくって2目一度したいと思います。ここまず上すくったらこの下のとこですね、ここに針を入れて糸を引き出してきて、そしてかかっているのを一気に引き抜きます。で鎖を引っ張って編み地をちょっと整えてください。これでちょっと重いものを乗せても伸びにくくなるかなって思いました。はい、そしたら次鎖を編んでいくんですけれども、どの目すくっても OK です。今回はこの裏山のみすくいたいんですね。なので針を後ろから入れます。で針を後ろから入れてよいしょ、この鎖の頭2本すくいます。そしてこれを針をくるりんぱと向こう側に向けます。そしてこのポコポコと盛り上がっている、裏山をすくって細編みを編んでいきます。ちょっと大変なんですけれども、こうした方がこの鎖の頭が外側に出て綺麗に仕上がるので、ちょっと大変なんですけど頑張ってみてください。編みにくいなっていう場合はワンサイズ下げてこの目をすくうといいかなと思います。端まで60目編めました。そしたら細編みのところに戻ります。またここも強化するために細編みと前の段の細編みをすくって2目一度します。そして編み地をちょっと右に寄せて、でまたここから細編みを編んでいって、反対側も同様に鎖をすくって鎖の裏山をすくって編んでいきます。このような感じで細編みがぐるっと一周編めたら、次の段では長編みと鎖を繰り返していきます。はい、じゃあいきます。鎖4目で立ち上がります。 1,2,3,4 鎖4目編めたら糸をかけて3目目のとこですね、ここのところに長編みを編みます。そして鎖一目飛ばして長編み、鎖一目飛ばして長編み、これをぐるっと一周繰り返していきます。一周編めたら立ち上がりの鎖編み3目目のとこ、ここのところに、でこれで引き抜き編みをして4段目5段目は細編みを1周編みます。糸の残り具合によって5段目を引き抜き編みにするのもいいと思います。じゃーん、出来上がりました。
このグラデーションたまんないですよね。てん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 。この3色、濃い3色だけ使ったらなんかメンズもいけたりするのかなと思ったりするんですけど、はい、簡単に編める模様なので、よかったらチャレンジしてみてください。最後まで見てくれてありがとうございます。ではまた。ティラリラリン。